今回はシーグリッドの次に戦うボス、老戦士ゲルロットを攻略していきます。第一形態の攻撃パターンは上空からの振り下ろしかコンボ振りなので比較的楽に対処できます。西の商人などで常時ダメージを食らわせつつ刻意やシーグリッドで蓄積していくのがいいですね。とりあえず第二形態まで削っていきましょう。ほら危ない危ない、よしよしよし、ヒル、よしよし。微妙にね、西の商人がねちょくちょくダメージ与えてくれるってこれが意外にいいんですよね。シーグレットを使いながら、あ、ヒルんだよ。オッケーオッケー、よし、キレイキレイキレイ、よしよし、受けてキルキル、いや痛いな、もうクソ、ほらほら、もうちょっとちゃうんかな。いった、めっちゃ食らった、そろそろちゃう、いったもうこの野郎、ほらまだ来た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 、第2形態来た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 。こちらの第2形態の攻撃パターンは第1形態の攻撃時より2動作増えてコンボ衝撃波とコンボ振り上げが加わります。衝撃波と振り上げは動作モーションが大きいので避けやすいのですが、振り上げに関してだけは当たり判定が大きいので確実に避けて攻撃するのがいいですね。というわけで HP を減らしていきましょう。裏裏裏、避ける、切る切る、よし、切るんだ切るんだ、ここで猛攻仕掛ける、あんまり削れんだな、うわ、いた、あれ抹茶難しいな、早く早く、うどんでいいね、西の商人が効いてるわ、避ける、おっと待って、振り上げ判定広いな、危ない危ない、よしよしよし、後ろまで回り込んでここ食らっちゃうんで、あれもね考慮して避けないといけないですね。避ける、よしよし、もうちょっとやと思うねんけどな、避ける、いった、これはねちょっと、おしが来て、第3形態来て来て来た。ラストの第3形態の攻撃パターンは第2形態までの技にタックルが増え、さらに攻撃モーションが増えるという最難関です。私も初見でプレイした時は鬼のようにやられたので、動きのパターンを把握するためにもここの形態までは頑張っていくのをおすすめします。この辺りから怒涛の攻撃を仕掛けてくるので、崖の村の少年などで遠くからの遠距離攻撃を当てて HP を削っていきます。あとはいかに敵の隙に攻撃を打ち込むかが鍵になってきますね。じゃあラストの財産形態倒していきましょう。よし、ヒルヌヒルヌ、よし、あとちょっとやからな、体力もう回復ゲージをね全部使っちゃったんで、はい村、はい村、少年を村って言ってしまった、村で倒していく、おっと避ける、危ない、このね微妙に当てていくのがポイントなんですよ。避ける、危ねえ、いや、よしよしよし、じわ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 ね削っていって、シークレットでぐるぐる回して、危ない、よし、いやもう体力がないからな、ちょっとこれはね喋りながらね実況するっていうか攻略動画を開けるっていう無謀なスタイルをやってるんで、よし、危ない、避けて、あった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 、危ない、もうちょっともうちょっともうちょっと、これ、あ、いや、タックルは避けれんねんな、シークレット当たんねえな、危ない危ない危ない、ちょっとマジでスキャット感といて、ほんまやめて、よっしゃ、出て、危ない、よしよし、今今チャンスチャンスチャンス、ちょ慎重にいけ、はい、と慎重にゲッて、よし、当たんねえな、ちょっと3回ねついてくるんで、あれをねうまいこと避けていきたい、ジャンプで避けて、危ない危ない、ちょっとよしよし、もうちょっともうちょっと、ジャンプのねシークレットあんま食らわないんだよね、でもね積極的にちょっとでもダメージ減らしていかないと、よしよし、もうちょっとゴリ押せるかな、遅かな、よし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 、いけるいける、これ来た、やって、よっしゃ倒した。シークレットに比べてはるかに強いので、なかなか勝てない方はレベルを15から18まで上げてから挑むのも全然ありだと思います。よければ攻略の参考にしてみてください。ではでは、またの機会に。カイトでした。